次は異性の友達が多い。これさ、最近多くない？女友達多い男。男友達多い女。あ、嫌なんだ。うち絶対なし。あ、なし。はい、というわけで本日は、兄弟で恋愛コーナー。なかなかういういしいよ、これは。ういういしい。ごめんね。照れ臭くもあり、兄弟でこんな企画をやるっていうのがなんかちょっと新鮮だなっていう。プラス、ドーブルマンで。はい、ドーブルマンで。君のチャンネルほら、見てますって、なんかやってるじゃないですか、一丁前に。うん、うちは恋愛博士だからね。パクサすごい違和感あるわけよ。うちの妹が知らない間に、距離ある時期もあったじゃん、日本にいて韓国にいて、いろいろ経てきたんだな、この女っていう。その間にすごかったから今の彼氏のこととか俺結構相談受けてるけど、今までのも実際あんま知らなかったよ。ちょっと聞いてみたいなっていう興味本位と、あとシンプルにお兄ちゃんがさっき瞑想してんのよ、恋愛に。俺も極めすぎて、知ってるかどうか分かんないけど、結構興味ないと思うよ。簡単なこのありなし形式で聞いていくから、どっち、女目線と男目線でありなし言っていくよっていう、シンプルな企画ですよ。いいっすか、バキ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 。これ結構さらに当てはまるかもしれないけど、クラブ行ってる異性どう、ありかなしか。あー、ありあ、せーの、せーので言うから、せーの、あり。なしありって言うと思ったわけよ、お前がクラブで働いてるからね。でもうちありって言ったけど、実はなしなの。なし。うちがクラブで働いてるから、周りの人がこれ見るかもしれないからありって言ってんだけど、一応ね、一応ちょっと気ぃつけてありって言ってんだけど、もうクラブめちゃめちゃだから。でもそんなことで働いてるわけじゃん。うちもめちゃくちゃだから。だからうちはやばいって、めちゃくちゃっていろんな意味あるから。あ、そう、じゃあうちはそういうのあんま気にしないから。気にしない、じゃあ彼氏がクラブ行ってることはさ、どうなの。なしでもさ、お前の彼氏ラッパーじゃん、クラブでライブしたりとかさ、クラブ行く人種やん、そこら辺どう、矛盾してるやん。あ、でもうちらはお互い仕事をそっちでやってるから、二、人とも不安になることをしないっていう、あの約束があるの、自分たちのルールがあるのね。自分たちでルールがあるから、お前ちょっとだけでもうちを不安にさせたら殺すよっていう感じのルールで、あっちもうちにとって、お前もそうだからなっていう。あ、 DJ やってる時に、やってる時なんか、イチャオチャされて嬉しがんなよとかそういう、嬉しがんなよそういうお互いで、お前気をつけろよっていうめっちゃ怖いルール。その時だけめっちゃやってた。あ、いいですね、それは。俺はなしだな。あ、まだそこね。あ、まだ六本木行ってる子らなんだねっていう。早くそこ卒業してから。何様だ。みんな減るじゃん、そこ。減って卒業するやん。バトン私捨ててない。ずっと自分で持ってるバトン。自分で走ってんの。渡せよ、このバトン下に。あの、自分も答え変えてもいい？はいはい。なしで。なしだよ。急に変えた理由は何ですか？あの、考えてみたら、急にムカついた。彼氏がクラブに行くって思ったら急にムカついた。プライベートで行ってたらやるでしょ。プライベートで行ったら殺すよ。次は異性の友達が多い。これさ、最近多くない？女友達多い男。男友達多い女。あ、嫌なんだ。うち絶対なし。あ、なし。本当のなんかジェンダーレスとか、うちのおかまが友達とかっていうの分かるの。そういう異性の友達分かるけど、例えば女の子だったら男の友達が多くて遊んでるっていうのはなんかうさんくさいよね、感は。それはなんかおかしいよ。おかしいって言ったら失礼かもしれんけど、それうち的にはそれちょっとあれでも、うちは男友達と本当に友達になれるかって言われたら、うち本当ありなの。だってうち中学生と高校生の時の友達たちは本当に友達だから、お互いお前と絶対付き合わないっていう感じ。学生時代だな。それはありなんだけど、その以来に、
まあ、異性の友達が周りにいすぎる人を見たらちょっとあれってなるね。どこで住んできたんって。俺はない。俺ない。男女のその友達は昔から男女の中に友情ないと思ってるタイプの人だ、うん、なんかいろいろ言うてるけどどっちかがちょっと持っとんねん、うん、ね、うん、そっか。好きなんだけどぶっちゃけ下の毛ってありなし。実際どう男性の。いやでそんな、うん、お前にもぴったしな商品、うん、そんな妹のために日本からわざわざ持ってきたんですよ。エミニケでこの窓がついてるでしょ、うん、窓から刃が見えるプロップ構造になってて、うん、自在ハンドルで、うん、この狭い場所でもう開けてみ、うん、うわこれでもで男性はダンディケア一緒に開けよこれは窓開けないし毛があるのってどうなのっていう、そもそもそこからあるよ。そうなんだ。そうよ、うん、みんなパイパイパイになってきてるよ。でも女うちの周りの友達とかは、うん、ワクチンあるはずのへ、うん、ワクチンあるはずはるんで、うん、ああ、おっぱ、うん、あうちの親戚カプタリさんがなんで、うん、兄、なインスタ GM ろ、毛像脱毛してますかって聞かれるの。ひょっちゃんね。いやいや、ひょっちゃんじゃなくて、うん、一般人にしてないでしょ。うん、脱毛してないのに、で、うちは何の脱毛かわからないから、うん、なんで聞くんだろうと思ってたの、うん、これの話だったのかな。あ、多分これの話だと思う。脱毛してるか聞いてんの。あでも結構やる人やってるよ。あでもなんでうちに聞くの。気になったからじゃないうち脱毛してるか。そう韓国今どうなの下の毛に対しての認識は。いやでもね韓国のお風呂屋さん行ったら女の子たち脇毛いっぱい入ってる人とかいるし。チムジルバンで。うんでそれちょっとびっくりだったの昔は、うん、なんか日本ではもう彼氏いない時もいる時も全部剃ってたのにみんな剃ってないねって。マジで。うん毛だらけだねって。でも、うん、最近になってで大人になってから毎日友達がワクチン行き始めて。そうそうそう。で毛剃ってる女子も、まあ、男子はほらアメリカとか海外ってさ、うん、男子の毛ないじゃん、うん、どっちも、うん、毛に対する美意識っていうのが、うん、女子も男子もなんかマナーになってるよね、うん、だから俺としては女子下のね毛が全くないのはあんま好きじゃなくて、うん、ちょい残しがいい、うん先っぽのそういう時に便利よ俺。ああ手入れしづらいでしょ手入れしづらいじゃんでもこれ窓から見れるんだね。そう手入れしづらいところを窓から見ながらやれば綺麗な形にも自分で整えれるし、うんうん、デザインすごいね。でも頭いいねこれ。男子もめっちゃ上まであると、うん、女子に惹かれること多いから、うん、俺なんかは結構形整えてる割とちっちゃめ全然不潔に見えちゃうから、うん、綺麗に。ああでも相手を考えてね。そう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 俺の下の毛だとしてちょっと入ってるじゃん、うん、これ完全にそれじゃなくて窓から毛見えてるじゃん。この覗けるじゃん、うん、ちょっと毛がなさすぎてだけど。おおそれてる。そうすごいね。うんここちょっとまあまあ汚らしいかもしれないけどここで確認しながら、うん、ここが下だとしたら、うん、あいごあいごって言って、うん、あいごああこうしようかなああしようかなってこうやって肌傷つけることなく綺麗に整えれますよっていういいでしょ、うん、こう遠慮して言わないよりさ、うん、ちゃんと整理してきてって。うん、男子にもこれダンディケアってあるから、うん、男子にもうーんかもう置いとくんだよそっと、うん、いいケア何言ってんのこうやってそっとそっとこれそれってことかなって思うからいやうちはただ愛してるか愛してないか意外とお前しょうもねえな。うちしょうもない。愛で突き動かすタイプだ。うん、うち全部愛。愛が一番。世界の中で愛だけが輝く。